第五編「衣の牙」一生寝返りを打つそれから3日ばかりたったあるよ一人の外国人が銀座裏の暗い街をうろうろしていた荒い島のジャケツに鳥打ち棒両手をズボンのポケットに突っ込んで落ち着かぬ目つきをしながらしきりに人を探しているらしいすると間もなく とある家の木陰から一人の男が出てきて呼び止めた「ヒゲンスここだよ」お「おそんなところにいたんですかホームズさん」し「し大きな声を立てるな」ホームズは慌てて「前誰にもつけられてはいまいな」「大丈夫です」「蹴取られるようなヘマはやりません」「よしこっちへ来い」ホームズは先に立って横丁へ入ったが まもなく銀座邸という西洋料理屋の2階の一室へヒギンスを案内したかねて命じてあったと見えて二人が特別室へ入ると給仕が焼肉とブドウ酒を運んでぴったりドアを閉めて出て行ったさあやったらどうだヒギンスホームズはコップへブドウ酒をついでやりながら言ったお前 手紙は見ただろうな拝見しましたよだがホームズさんどうして私たちの隠れ家を知ったんですお前俺のことを風みたいだと言ったじゃないか夫も風でなくてもお前たちの居場所を突き止めるぐらいのことは朝飯前だがねまあそんなことはいいさこれからはお前と俺で ザック・バランに相談だ。手紙に書いたことはよく分かったろうな。怒かってます。けれど、ホームズさん、本当のところあんたは疑うのかい疑うというわけじゃありません。あんたが本当に足と共同でやりてえとおっしゃるなら、それは足だって考え直さなくちゃなりません。けれど、ディックの野郎がね、よせ。ディック・ドノバンは悪党だ。 宝玉を手に入れれば独り占めにしてしまうぜ。やりかねませんや、本当に。だから、俺と握手をしろと言うんだ。王の書面を2枚持っているやつが誰だか。それを知っているのはこのホームズだ。い,いか、1枚は真田男爵のところにあるし、もう1枚はディックが持っている。ここは 俺ととお前が握手をするところだぜ。でとヒギンスは心配そうに「その2枚持っているというやつは俺と握手をするかね?」ヒギンスはぶどうしをあおった「どうしよう」彼は考えるふうをしながらちらちらとホームズの横顔へ目をやったそれからやがてグイと右手を差し出していった やりましょう。やりましょう。やるかよし。それじゃあ、これから相談だ。まあ、やれ。ホームズは、なぜかヒニンスの差し出した手を握ろうともせず、再び相手のカップへ、酒をつぎでやった。お前、横浜のチャイナタウンを知っているか知ってます。よし。それじゃあ、あさってそこへ行くんだ。チャイナタウンに、 ピンパウローというペイピン料理店があるそこへ入って行って主人に会うんだ何を言ったらいいんです銀のケースを買っていただきたいこう言うんだ何向こうはすぐそれで食いついてくるよそこで主人が出てきたら王の署名について取引をしようと言え誇りましたそれで俺はホテルニューグランドの バーで待っているそこまで連れてくるんだ来るでしょうか来なかったら改めて別の手さ大丈夫来るよまあとにかくやってみろあがくれぐれも言って僕がこれは俺とお前だけの仕事だぞもしどの場に話でもしたらそんな疑いはよしてください足は決して 寝返りを打つような男じゃありません。信用しよう。では、前祝いだ。二人は、ブドウ酒のコップを打ち合わせた。それから、二十分ばかりして、その料理店を出たヒギンスは、ホームズと別れると、タクシーを拾って麻布の方へ走り去った。フふ <laughs> ホームズは、それを見送りながら、 寝返りを打つような男じゃないか。うまいこと言うぞ、ヒンズ。まあ、せいぜいどの晩と一緒に俺のことを笑うさ。今に見ていろ。ホームズの顔に皮肉な微笑が浮かぶのだった。第2章裏のまた裏麻布方町の坂の中途に一軒の古びた洋館があった。 二三日前に引っ越してきた外国人が二人、それに運転手一人の寂しい家族が住んでいる。その洋館の奥の部屋で、ゲラゲラ笑いながら話し合っているのは、言わずと知れたヒギンスとディック・ドノバンだ。ホームズのバカ野郎ヒギンスはさも愉快そうにわめく。すっかりオイラを信用しやがった。 ほら、寝返りを打つような男じゃんね。そう言ってやった。するとあいつめ、さも嬉しそうな目をしていたぜ。はははは、大笑いだ。名探偵が聞いて呆れだ。王の書面がどこにあるかへへ <laughs> みんなベラベラと喋りやがって、大馬鹿の兵力玉だ。ところで、その二枚を持ってる奴ていうのは、 大丈夫だろうな。チャイナタウンのピンパオロ、忘れやしないよ。約束はあさってだな。だから、こっちは先手を打って明日やっつけるんだ。ところで、おめえの方の例の計画は間違いあるねえな。男爵の方なら任せておけ。どの番はにやりとして、ホームズがいかに名探偵でも、こいつばかりはわからねえという名案だ。あ どの晩様のお手並みを見ていてくれ今にあっと言わせてやらとつ彼らは真田男爵に対してもすでに何か悪だくみを進めているらしいこの凶悪無残な殺人鬼は何をしようとするのか果たしてホームズは彼らの魔シを防ぎうるかどうかそのあくる日ドノバンとヒギンスの2人は 一角の紳士らしい身なりにこしらえて横浜へやってきた。駅を降りるとすぐ自動車でチャイナタウンへ乗りつけ、ペーピン料理ピンパオローと看板の出ている薄暗いひどく陰気な家へ入っていった。その時ピンパオローの下の隅のテーブルに二人の中国人が何か食べていた。一人は 白い髭を胸まで垂らした老人で連れの方は老人の孫とも見える少年であるその二人はヒギンスとドノバンが入ってきたのを見るとなぜか密かにうなずき合っていたドノバンとヒギンスは奥の方のテーブルに向かってかけ何か料理を23注文した後時に主人はいるかね 九時の若い中国人はにわかに警戒するような目つきをしながら主人に何かご用ですかああちっと会いたいんだがねこう言って取り次いでもらいたいんだどの晩は身を乗り出し相手の耳へ唇を触れそうに近づけながら銀製のケースを買ってもらいに来たわかったかね銀製のケースだぜ 九二はいぶかしそうに目をパチクリしているヒギンスがもどかしそうに傍らから口細えたもしそれでわからなければモンゴール王の宝玉だと言ってくれとにかく聞いてまいりましょう九二は下がっていったが間もなく戻ってきた会ってくれるのかいあ奥でお待ちしていますどの晩は。 ちらと目くばせしてヒギンスと共に立ち上がる若い求人員は先に立って階段を上りさらに廊下を左へ曲がって日光の届かぬ暗い部屋を抜け非常に奥まった一室へと通したどうぞしばらくお待ちください求人はそう言って下がったおいひどく薄っ気味の悪い家じゃねえか俺は変にゾクゾクするぜ 弱音を吐くな、ヒギンス。どの番は呆然と椅子の上で反り返った。乗るか反るかの大取引だ。ビクビクして足元を見つかされねえようにしろ。ほら、どうも中国人ってやつは苦手だ。どうもお気の毒ですな。突然、後ろで声がした。えっと言って二人が振り返ると、いつ現れたか。 七八人の屈強な中国人が手に手にピストルや探検を持ってぐるりと二人を取り巻いているのだどどうしたってわけだねどの番が慌てて両手を上げながら不満そうに言った俺たちはまともな相談にやってきたんだこんな扱いを受けるのは心外だぜどうぞお静かに中国人たちの中から背の高い太った 部屋の中だというのに、灰色の街灯を着た男が進み出た。赤ら顔で、細い目が、カミソリのように鋭く光る。なあに、こうしていたって相談はできますよ。外国のお方。多分、あなたでしょうな。この間、妙な小僧を探偵に起こしたのは。知らねえ。な、何のことだね、妙な小僧なんて。俺には訳がわからねえ。 知っているはずがないそれはボンタロウのことを言っているのである隠すつもりならおよしなさい灰色街灯の男はせせら笑った私の方ではすっかりわかっているケースの中に入っていたものをすり替えた上小僧にここまで後をつけさせたみんなあなた方の仕業です何な,ならあの日帝国ホテルへやった老婆を呼びましょうかな 帝国ホテルどの番は初めて分かった。いや、それなら違う。大違いだ。ねえ、君。それはまるで人が違うよ。あれは、シャーロック・ホームズという英国の探偵で、今度の仕事じゃ、お前さんの敵であると同じように、俺たちにも敵なんだよ。私を誤魔化す気かね論より証拠だ。その老婆というのを呼んでもらおう。 そうすれば何より確かだ。ローブスンを呼べ。灰色街灯の男が振り返っていった。第三章、狼と虎の取引。この人たちじゃありません。入ってきた老婆は、先日帝国ホテルへケースを取りに来た女である。二人を見て、白髪頭を振りながら答えた。 よし。灰色街灯の男は、ロブスンバーさんを追いやって、ずいと進んだ。では、とにかく話というのを聞きましょう。銀製のケースについて、あなたはどういう相談があるんですまず、お互いに名乗るとしよう。ドノバンが言った。私は、ディック・ドノバン。ここにいるのが、相棒のヒギン,ンスだ。 私は、関関と申します。相談というのは、ここだ。と、ドノバンが膝を取り出した。モンゴール王の財宝、二億万円の宝玉。お前さんはこいつを狙っている。そうだろうところが、足ったちも狙っているんだ。なるほど。ところが悪いことに、シャーロック・ホームズ邸探偵もこいつを狙っているんだ。 何しろ、ホームズて野郎は、世界的名探偵とか何とか言われてるくレいで、うっかりするとこやつにうまくしてやられる恐れがある。そこで、牛は牛ずれ、おめえさんとあしたちで、共同で仕事をやろうと言うんだ。すると、あなたは王の書面を手に入れているわけですね。一枚持っている。二枚は、こっちにありますよ。 関石器の唇が冷たく歪んだ。あなたの方は一枚、こっちは二枚。すると、割り前のところはどうしますまあ、待ちね。どの番は、額の汗を拭いて、今持っているのは一枚だが、もう一枚の方も、足が手に入れてみせる。つまり二枚と二枚で、獲物は半々山分けとしよう。もう一枚の方とは サナダ男爵のところにあるやつさ。それを知っているんですね関関の目がキラリと光った。どの晩はニヤリと笑って、足の方にはもう手配りができてるんだ。一週間か二週間するうちにはきっとこっちの手に入れてみせるよ。関関はぐるりと振り返って、壁の方へ歩いて行って、この二人の言葉を、 信じて良いものかしらいやいや、まだ早い。ことによると犬かもしれぬ。そんなことを考えながら、五分間ばかり、部屋の中を行ったり来たりしていたが、やがてどの番の前へ戻った。こうしましょう。私にはまだあなたをどこまで信じていいかわかりません。そこで改めて相談ですが、あなたの持っている王の書面を見せてもらえませんか お前さんの方でもう見せるかねもちろん、お見せしますとも。そうして、あなたの品が確かなものだと分かったら、一つ共同でやることにいたしますよ。よろしい。こっちもそれで結構だ。しかし、今ここへ持ってくるほど、足もうかつじゃあねえ。これから引っ返して持ってくるが、どこか安全な場所で会うことにしてえな。私を恐れていらっしゃる。 なあに。ただね、ここじゃあ行けねえというだけさ。ズザンと一発やられりゃ、それでアブハチ取らずだからな。結構です。関赤機もうなついた。それでは、東京駅で会うことにいたしましょう。午後二時きっかりにプラットフォームにいます。その時おめえさんも王の書面を持ってくるんだぜ。承知しました。 悪党同士の取引だ。その場になって変な真似をしねえようにな。私は一人で参ります。約束したぜ。どの晩はそう言って立ち上がった。二人が出て行くのを見送りながら、関関機はすぐに仲間の一人を呼んで、後をつけろと命じた。万一にも彼らが警察の回し者であったらいかんという用心である。 ドノバンとヒギン,ンスが開花へ降りてきたとき絵画で料理を食べていた例の中国人の老人はちらと尻目で二人を見ながら交渉は成立したよと低い声で少年にささやいただが待て狼と虎の駆け引きだうっかりつけると事とをぶち壊すぞおや少年が目を動かした 先生ごらんなさい奴らは後をつけていますぜどの番とヒギンスが出て行った後から薄汚れた背広服の男がそっとつけてゆくのを目ざとく見つけた少年がささやいた「よしこれからこっちの活躍だ」「ポン太郎君はここを出たら気づかれないようにあの灰色街灯の男が出てくるのを待ってつけろ」 私はどの番の行動を監視する。中国服の老人、言わずと知れたシャーロック・ホームズなのだ。奴らは必ずどこかでニッに違いない。その時こそ王の書面が三通揃うのだ。注意して気づかれぬようにするんだぞ。勝手です。ボンタロ郎はにっこりうなずいた。二人はピンパオローを後にした。 第4章捕東京駅午後2時10分前東海道線のプラットフォームを一人の中国人の少年が人町がぼに地下道の方へ降りてきたすると暗がりから老人が一人腐ったような麦わら帽子にボロボロの服を着て新聞の入ったカゴを肩にかけてヨボヨボとやってきたが今 少年が行き過ぎようとすると、ボン太郎と声をかけた。え<っ>と振り返ったボン太郎。見ると、小敷きのような新聞売りの老人だから、いぶかしげに見つめる。と、ロボ人は麦わら帽子の影から低い声で、俺だ。奴は来たか。は先生し、ホームズは、 少年が新聞を買ったと見せる予防にカゴの中から1枚抜いて渡しながら奴は来たか来ていませんよしどの晩は来ているあと10分だ逃がす心配はありませんか手配はしてある気取られるなそう言ってホームズはよたよたと息苦しそぶに階段を上がっていったなんという素晴らしい変装だどう見た 中期闇の老人である。足の曲がっている具合、背のかがんでいる汚す。それから時々ゼーデーと喉を鳴らすところまで。どこといって一点ホームズと思えるところがない。ボンタロウは呆れて目を見張った。プラットフォームには二十人余りの乗客がいた。電車を待つ間のしのぎに雑誌を読む者も,もあり、新聞を広げている者も,もある。 ホームズはその間を通りながら、時々、エーンと低く咳をした。するとそこに立っている乗客の中から、エーンと咳で答えるのが聞こえた。三人、五人、十人。やがてホームズは、支柱の影のところへ、さも息切れがしたように鏡込んでしまった。網は張られているのだ。どの晩の跡をつけて、 会合の場所をここと見極めたホームズは素早く警官隊を変装させて水も漏らさぬ罠をかけたのであるその時プラットフォームの一隅に冠石機が現れた彼は例によって灰色街灯を着ている二時五分前懐中時計を出してそうつぶやくと同時に人混みを分けて 古ぼけた背広服の男がすっと近寄ってきたピンパオローからどの番たちもつけていった男だ来ました親分男は冠石器のそばへ寄ってささやいた奴らは二人だけです札の手はありませんよし行け男はうなずいて再び人ごみの中へ姿を隠した男が 猿とほとんどとぼじに階段を上がってくるドノバンとヒゲンスの姿が見えた。彼らは鋭い目つきであたりを見回したが、どうやら危険なしと見たか、やがて関赤器の方へ近寄ってきて声をかけた。ちょうど2時ですな。英国の紳士は時間が正確ですね。ところで例のものはお持ちでしょうな。持ってきた、お前さんの方は。 ここにあります。キキは上着の内ポケットを叩いた。どの番は再び辺りを見回しながら。こいつは上手い場所だね、ンさん。まさかこんな明け広げの場所で重大な秘密会議があろうとどんな名探偵でも考えつきはしめ。へ <laughs> へホームズの野郎が知ったらさぞ肝を潰すことだろう。そうかしらん。 不意に、そういう声がした。どの晩はぎくりとして振り返った。誰だ見ると、そこには、小じきのような新聞売りの老人が一人、ぜいぜい喉を鳴らしながら、かがんでいるばかり。他には誰もいない。なんだか今は変な声がしたぜ。私には聞こえませんでしたが。では、書面を拝見しましょうか。だが、なんだか妙だ。 再びきっかいな笑い声どの番が振り返ると新聞売りの老人がやおら立ち上がるところだったしまったどの番が叫ぶ関関機もヒゲンスもとっさに身構えもしたが遅いすでに遅い今までその辺りに 電車を待つような封をしていた男たちが10人ばかりいつか手に手にピストルを持ってぐるりと3人を取り囲んでいたのである第五章、王の書面がそろったどの番珍しいところで会うな新聞売りの老人はにやりと笑った誰だ誰だてめえはほっと動くな。 動くと十人のピストルが一んにお前の体へ穴を開けるぞ。誰だって <laughs> わしがわからないのかこの親友をもう忘れてしまったのかねほ、ホームズだ。その通り。ホームズ様さ。お前震えているじゃないか。どうしたね、ヒギンス。君はやっぱり。 っりたなえだからあの時くれぐれも言ったろうホームズを裏切るなひどい目に遭うぞってさち,ちくしょう手を挙げろホームズが鋭く叫んだもっと高くこっちを向いて立てもはやどこにもしようがない3人は青くなって言うままにした オームズは素早く関赤器の上着を返し、内ポケットから核封筒入りの書類を出すと、振り返ってどの晩の上着からも同じような茶色の封筒を奪い取った。これが王の書面だね。見せてもらうよ。両方の封筒の中身を改めると、手早く二つとも自分のポケットへ押し入れて、いやぁ、結構結構。 これにそういない。ご両承ともわざわざここまでご持参とは、恐縮ですな。これで私も骨を折らずに、欲しいものを手に入れることができたわけです。おっと。まだ手を下ろすには早い。ホームズが一歩下がった時、向こうから村田刑事課長が二人の部下を連れて駆けつけてきたのである。いや、やりましたね、ホームズさん。 おかげさまで大成功です。ホームズは刑事課長に道を開いてご紹介しましょう。刑事課長。こちらがリック・ドノバン。次がヒギンス。かねてロンドン警視庁から日本へも捜査依頼の来ている殺人犯人です。それからこちらのお方は、と関赤器を指さして先日 丸の内中通り5号館で、サナダヤエコさんを殺害した犯人です。あ,あ、っチクショ関石器は、猛然とホームズに踊りかかった。刹那。ホームズは一歩開いて、関石器の腕を掴むと肩に掛けざま、やっと叫んで見事に投げ出す。同時に、2、3人の刑事が踊りかかって手錠をはめた。刑事課長。 覚えていますかホームズは呼吸も変えずに言う。あの時現場捜査をして私が言ったでしょう。灰色ガイドを着た180センチ余りの男。かなりの老年の太った男。全くです。まるであなたの言葉を絵に描いたようですな。おかげで困難な殺人事件が解決しました。違う。 違うさ手錠をはめられたまま関関が叫んだ五号館の殺人犯人は俺じゃない下手人は君じゃあるまいさホームズが答えた八重子を吹き矢で殺したのは生食人種の一人だど,どうしてそれを青くなったねこのくらいのことが分からなくて探偵が務まると思うか いかにも殺したのはラマ食人種さ。だが命令を下したのはお前だよ。嘘だこ、こしらいごとだまあいい。やがてあの食人種の中から下手人を探し出してこよう。そしてお前と付き合わせれば万事解決だ。ホームズは振り返って、すでに手錠をかけられていたドノバンとヒゲンスに、 びしょぼしながらひどく丁寧に会釈をしたいやどの晩にヒギンス私はこれでお別れするよお前たちのことは村田課長が始末してくださるだろう君にもし命があったらまたロンドンで会おうロンドンの必要はねえどの晩が歯をむき出して叫んだロンドンの必要はねえぞホームズ このお礼は近いうちにきっとするんだ。覚えていろ。ありがとう。覚えているよ。ホームズは丁寧に頭を下げて、さっさと地下道の方へ歩み去った。成功だ。素晴らしい成功である。ホームズの気力見事に功を祖母して、王の書面は難なく手に入った。なんという希望。なんという名札であろう。王の書面は、 かくてついに四枚とも揃ったのであるさあ帰るんだボン太郎ホームズは地下道に待っていたボン太郎を促して駅を出ると自動車でホテルへ向かいながらさすがに嬉しさを隠しきれぬ様子だったこれでモンゴール王の宝玉は我々のものだ二億万円の財宝は無事に 日英両国の所有に帰するのだその第一の功労者としてボン太郎君の名前は世界中に響き渡るんだぜおだてないでください先生僕は何も大してお手伝いもしませんよでも君は私の命の恩人ださあ早くホテルへ帰って大いに祝杯をあげるとしよう 二人は晴れ晴れと笑った。第六編、第二の殺人事件。第一章、二つの花束。ホテルへ帰った二人は、素晴らしい大活躍の赤を洗いごとして、とびきりのシャンパン酒に、税を尽くした料理を取り寄せ、久しぶりにのびのびと祝宴を開いた。さて、 本太郎君ホームズはくつろいだ様子で好みの葉巻をふかしながらこれで万事解決してしまったんだが君が最初発見した5号館の殺人事件は全体何がきっかけでどんなふうに行われたか今日は一つ詳しく話してやろうかどうぞ僕もどうもガテンの床の節がたくさんあるんです 先生はみんなわかってるんでしょうね。まあ、聞きたまえ。ホームズはにっこり笑ってシャンパンのグラスボトル。あの、カン・セキキという中国人と、真田・ダ・ヤエコ、すなわち殺された女とは、大陸で知り合ったのだ。その時すでにカンは、真田家に王の書面のあることを知っていたにそういない。そこで彼は、 八重子と打ち合わせをした上日本へ渡ってきて横浜でペーピン料理店を開きひそかに時期の来るのを待っていたこれはおよそ7年前のことだへえどうして分かったのですかも太郎はびっくりして目を見張った両時間で調べればすぐわかるさそれから八重子が真田家へ戻るのを待って 金星のケースを盗み出すようにそそのかしたのだ。しかし、八重子も男爵の妹だ。なかなか言うことを聞かない。ぐずぐずしているうちに期限の40年が過ぎる。もうこれ以上待つことはできないと見て、八重子を脅迫した上、ついにケースを盗み出させた。いよいよあの日、つまり、金剛館で殺人の行われた日。 カンは中通りの十二号館に事務所を持っている国際園芸協会の支配人に会う約束があったヨウムキはあのラマ食人種の踊りを定劇へ出場させる契約を取り交わすためだったのだああ僕の見たあの小人ですねそうだそのためにカン石器は食人種の一人を 連れてきていたのだ同時にその夜菅は八重子と会った二人は権号館の空き家を選んで対面した八重子は銀製のケースを盗み出してきている菅はそれを騙し取ろうとしたしかし八重子はいざとなると罪の恐ろしさに気づいて環境にそれを拒絶したああそれで喧嘩になったんですねはごくりと 唾を飲み込んだそうだ漢赤鬼は女の決心の硬いのを見て改めて相談しようそう言って五号館を出るエルやイナや連れてきたラマ食人種に命じて毒屋で八重子を殺させたするとちょうどその時僕がそこへ通りかかったのですねそうだホームズは大きくうなずいて 食人種は毒屋で女を殺しケースを奪って窓から問い伝えに降りてきただがそこへ君が現れたのでびっくりして逃げる拍子に大事なケースを落としたのだ街角で待っていたカンは食人種のやつがケースを落としたのを知ると危険を忘れて取りに戻ってきたが その時建物の中から君が飛び出してきたので、すでに時期遅しと見て、酔っ払いのふりをして君の目をごまかして、そのまま現場から逃げてしまったのだ。ホームズの説明は、棚心の者を指す予うに、実に明快に事件を裁断した。ボン太郎は今こそはっきりと、あの恐ろしい事件の真相を知って、大きな吐息を漏らすのだった。 ごめんくださいその時ドアをノックしてボーイが入ってきた何だお二方から花束が届いてまいりましたそう言ってボーイは二つの花束を渡して出て行った早くも賞賛の花かホームズは愉快そうにまず見事なバラの花束を取って中に挟んであるカードを覗いてみたそれには美しい女の筆跡で 限りなき尊敬と愛とを捧げます。静子と書いてあった。おお、男爵の霊場からだ。ホームズはふっと美しい真田男爵霊場の顔を思い浮かべながら、わずかではあったが、その青白い方を赤くした。やがて振り返って、もう一つの花束を取り上げる。はて、これは誰からだろう 黒い蘭の花にきみの葉いずれも死者に手向ける不吉の花だ変だぞと思いながらカードを覗くと意外ホームズ先生おめでとうところで何よりも先に我々の体が自由になったことをお知らせしよう飢餓の健康を祝すディック・ドノバン漢赤器ほっ ホームズは愕然として椅子から踊り上がった。第二章、頃を罠を破る。先生、ど、どうしたんです見ろホームズは怪しむボンタロ郎の手へカードを渡しながら、慌てて卓上電波を取り、警視庁の村田刑事課長を呼び出した。あ、ホームズさん刑事課長の声は、老牌に震えている。 今、お電話をかけようと思っていたところです。君たちは、大変な失敗をしましたな。面目ありません。私どもど不注意で逃してしまいました。今、全市へ非常線を張って追跡中です。とにかくこれからそちらへお伺いして、死祭を申し上げます。あ、それからヒギスだけは取り押さえましたから。電話は切られた。なんということだ。ホームズは振り返って叫んだ。 最も恐るべきバチルス病気血に飢えたトラと狼殺人鬼悪魔の中の悪魔とも言うべきやつを逃すとはボンタロウまた人戦争だぞ先生大丈夫よし愚痴を言うな先生は布告されたんだワハテルロウはこれからだぞ ホームズは直ちにボンタロウに手伝わせながらトランクへ荷物を詰め始めた決戦に臨んでこちらの本営を知られていることは不利であるかねて借りておいた別の住まいへ再び引き移ろうというのだ20分ほどして村田課長がやってきた彼もまた顔色が変わって拝見をつかんだ手はじっとりと汗ばんでいる いやなんとお詫びをしてよいやら実にホームズさんいや刑事課長ホームズは村田課長に椅子を与えてもう何もおっしゃるな過ちは誰にでもあるものです事実を聞かせてください奴らはどうして網を破りましたどの番と間接機を腕っこきの刑事 4人で誤送させ、私は別の車でヒゲン,ンスを警視庁へ運んだのですところがいくら待ってもどの番達を護送する車が帰ってきませんそこで操作しますとその車がお堀端に止まっているのを発見したのですお堀端にさては護送の刑事は麻酔していましたね運転手まで死んだように眠ってるんですホームズは下口をした ドノ・バンは縄抜けの名人なんだ。その手で何度もロンドン決勝を馬鹿にしてきたんだ。あいつだけは私が護送すべきでした。とりあえず全市へ非常線を張りましたから、いずれどこからかなんとか。いや、非常線は解いてよろしい。ホームズは激しい誤調で、 彼らは、そんなヘマはやりませんよ。それよりもすぐに、横浜の方へ手配をしてください。横浜南京街の。いや、待て待て。これはいい思案じゃないぞ。奴らの巣は大事にしておこう。今に、またみんな集まるだろう。魚どもが揃った時、一も大事にするんだ。 では、差し当たりどうしたらいいでしょう今夜8時に、サナダ断尺家までおいでください。そこでお目にかかりましょう。実は、王の書面が4枚とも揃ったのです。悪党どもの方で動き出さぬうちに、一時も早く、モンゴル王の宝玉を手に入れなければなりません。しかし、 王の書面が4枚ともこちらにあるならあの連中はもう何もできないでしょういやいやホームズは外出の支度をしながらどの晩も冠石器もおそらく自分の持っていた分は写しが取ってあるに違いありませんとすると彼らは残りの1枚つまり真田断赦邸にある王の書面を 必死になって盗み出すに違いないのです。なるほど。そいつは確かですね。そこで、村田刑事課長、ホームズは一段と声を潜めて、今日からこの事件に関わる者全部にピストルを持たせてください。彼らは殺人を何とも思わぬ教官揃いです。今度こそその本性をさらけ出します。 これからは殺すか殺されるかの戦いになりますどうかそのつもりで村田課長は重々しくうなずいた課長が去るとホームズは裏口の方からそっと車へ荷物を積み込んで自分はボン太郎と共に歩いてホテルを出た借りた新居は銀座裏の貸しに立った新橋アパートの3階で窓が 川に面している二松月の部屋ださあ散歩本部はできたぞ新しい住まいに落ち着くとホームズはボンタローの肩をたたいて笑ったこれから血みどろの一戦だ第三章あしまったその夜8時真田男爵邸の人前 ホームズと村高長が案内されてきた。静子はホームズを見ると浮き立つように急いそいそとして「まあ先生」ホームズはまぶしげにびしょぼした「先ほどは美しい花束をありがとうございました」2人は固く握手を取り交わした男爵は例によって車椅子にかけていたが毛布にくるまったひげだらけの病弱な顔つきが ことにその世は暗く閉ざされているように見えた「男爵閣かホームズは椅子にかけると早速口を開いたお喜びください王の書面がすっかり私の手に揃いましたよえ男爵は思わず半身を乗り出して「本当ですかホームズさん」「本当です」これで今夜は 村田刑事課長にお立ち会いを願って4枚の書面を突き合わせモンゴル王の宝玉の在りかを研究しようと思うのですがそれはおめでたいですなこれがその3枚ですホームズは茶色の角封筒からもはや古びて黄色くなった3枚の紙片を取り出したはあこれが これが男爵の声は感動に震えたこれが2億万円の財宝の鍵ですねいよいよ40年間の秘密が明るみへ出る時が来たのかではご当家にある一枚を出していただくとしましょうよろしい持ってこさせましょう男爵はベルの紐を引いた この家ではベルはすべて古風な式で天井から下がっている美しい組紐を引くのである。お呼びでございますか成田という書生がドア口に現れた。ああ、書庫へ行ってな。アイテーブルの上にあるわしのタバコ箱を持ってきてくれ。木箱の方でよろしい。書生が去ると男爵は自慢そうにホームズを見て。ホームズさん。 私も王の書面の隠し場所には苦心しましたそうして結局一番平凡な方法を見つけたのですつまりいつも所見をするテーブルの上のタバコ箱の中ですななるほど敵の逆手に出たわけですねさようどんな知恵の回るやつでも2億万円の財宝を示す文書が そんな花の先に何しろ用心して奥に越したことはありませんからな話していたがなかなか書生の成田は帰ってこなかった「書庫は遠いのですか?」いやこの建物の西側で別棟になっていますが何をしているんだろうホームズが不意に「いかん」とつぶやいて立ち上がった とほとととんど同時にドアがさっと開いてた大変ですと執事の栗山が顔を出して叫んだそこに成田が殺されています何しまったホームズはうめくとともにさあ早く案内しろ栗山君そう叫んで執事を突き飛ばすようにしながら廊下へ飛び出した 村田刑事課長はとっさに玄関へ出て行って連れてきた5人の刑事を屋敷の出入り口へ配置し怪しいものを見たら猶予なく捕らえろ抵抗したら射殺してよろしい大声で命じておいて書庫へ駆けつけた書庫はレンガ建ての落ち着いた建物で三方の壁にぎっしり書物が並んでいる南側に 庭に面した明かり取りを兼ねたフランス窓があるのとお屋へ通ずる一つのドアがあるほか出入り口はなかった部屋の中央に大型テーブルがあり書生の成田はそのテーブルの傍らに心臓を担当で貫かれて死んでいるのだった息はありますか即死です課長放物は死体の上にかがみ込んで 何か調べていたが青白い顔を振り向けていった背後から抱きすくめて担当で心臓を刺したんですあっという間もなく死んだのです王の書面はタバコ箱は空ですホームズの指さすところを見ると床の上に紙巻きタバコが散乱し木製のタバコ箱が落ちている もちろん中身は空だった出入り口へは刑事を配置しましたいやもう遅いホームズは悔しそうに犯人は書生を殺すと同時に逃げていますよ第4章庭の足跡村田刑事課長が死体を調べている間に ホームズは部屋の中を鋭い目で見渡しフランス窓の方へ行って司祭に捜査を始めたその窓は開いていたそこから外へ出るとベランダで石の踏み段が二三段あって庭へ降りられるホームズは庭へ出てみたすると芝生と踏み段の間にある湿った土の上にはっきり二つの靴の跡がついていた うーんホームズは鏡込んでじっとその足跡を見た一つは踏み段の方へ向かっているし別の方は庭へ出て行った後だそうかそういうわけか何を思いついたかホームズはニヤッと微笑しながら書庫へ戻った何か発見がありましたかいや ダメです村田課長の問いに簡単に答えておいてホームズはドア口に立っている執事の栗山を呼んだああ君栗山とか言ったなはい栗山中作と申します君がこの死体を発見した司祭を話してくれたまえ栗山はオズオズした態度で私は 成田が書庫へ入るのを見ました。ところがいつまでたっても出てくる様子がないのでどうしたのかと思って「その時は君はどこにいたのかね?」私の部屋は御前様のお部屋の筋向こうになっていますがちょうどその時少しばかり片付け物をしていましたのでドアを開けたままにしておきましたそれで成田の姿を見たわけだねはいところで 書庫から出る姿を見かけませんので変だなと思いまして来てみますとここに死んでいました誰か怪しい人間を見なかったかねい,いえ猫の子一匹見ませんでしたそうだろうホームズはくしょぼして犯人は庭からフランス窓を開けて書庫へ入り成田を殺害して再び庭から逃げ出したのだ ちゃんと庭の土に足跡が残っているよ。え庭から栗山がなぜかひどく驚いた様子だった。ホームズはそれを横目に見ながら。村田課長、どうか刑事に電話をかけさせて警察医の検視を頼んでください。今は犯人の捜査をするよりもその方が大事です。承知しました。私は 男爵の部屋で待っていますから村田刑事課長は部下を呼びに去るホームズは男爵の部屋へ戻ってきたすると恐ろしい事件を聞いて姉の手にすがって震えていた静子がホームズのそばに駆け寄って「先生やっぱり成田は死んでいたのですか」そして犯人は「かわいそうに成田君は即死です」 しかし犯人は必ず私が捕まえてみせます王の書面はどうなりました男爵は咳き込んで聞いたそしてホームズが黙ってかぶりを振るのを見るやえダメでしたか盗まれましたか残念ながら一足違いでしたでは王の財宝がそこへ村田刑事課長が戻ってきた ホームズは一同を身近へ招いて、王の書面は盗まれました。しかし、財宝を探す方法はあります。というのは先日、あの王の書面をこちらへ持ってくる前に、実は私が写しを取っておいたのです。一座はほとんど驚嘆しながら、ホームズを見上げて、口を開くものもなかった。さあ、それでは、 4枚の書面に隠されている秘密の鍵を解くことにいたしましょうお嬢様すみませんがそのスタンドをもっとこちらへ寄せてください刑事課長はここへ男爵の前へライティングテーブルを寄せ令嬢2人と刑事課長を参謀へ座らせてホームズはやおら4枚の書面を取り出したモンゴール王の財宝 40年間闇に埋もれていた2億万円の秘密はまさに今ホームズの手によって開かれようとしているのだ人々は目を大きく見張りながらじっとホームズの手元を見つめている4枚の紙はテーブルの上に並べられたまずそれぞれ4枚の紙の上には金でトーシングサにラクダを配したモンゴール王家の紋章が押されてあるその下に シャーマン教教の古い教句が一つ盗む者は火の地獄におつべし一つ殺す者は無限地獄におつべし一つ偽る者は剣の地獄におつべしとしたためてあるそしてさらにその下へモンゴール語と英語と日本語で「四十年たたざればこの碑文を解読することを得ず」という意味の厳粛な正門が書いてあった。 第七編「ホームズの詩第一章」意外なことは他にもさてこれらの正門の下にトーシングさ草の模様で縁を取りその中へ盆語でさのような文章を4つに分けて4枚バラバラに書き込んであった「佳境より東へ杖をつくこと七線福穂燃費観音力」 上地より南面するに、白亜の館あり、燃費観音力、東方に菩提樹、三株、燃費観音力、一輪八展にかかる、燃費観音力、三つの影、導くところ長く、白亜の館、影と合す、燃費観音力、館より影を踏むこと二十歩にして、大石、涅槃はその下にあり、 観音明治力オームズはこれをまとめてノートへ移し取って「さて」と一座を見回したこれは観音不問本の経文をまねた書式ですがづめるとこうなります「火凶」これは火山と見ていいでしょうな火山の東へ七千福穂約2キロ半になりますねそのあたりに池があって 池から南の方を見ると、白亜の館が見える。おお、それは軽井沢だ。真田男爵が震え声で叫んだ。わしの別荘は軽井沢にあるが、白亜の洋館でちょうどそこに書いてあるような位置だ。庭の東に菩提樹もある。何本ありますか大きなのが三本。ホームズはにっこり笑った。まさにそういありませんな。 私も実は、この火卿という文字を見たとき、浅間山の付近ではないかと思ったのです。上地というのは、白樺の池のことを言うのでしょう。三本の菩提樹があるところまで一致すれば、もはや疑う必要はありませんだ素晴らしいかな、ホームズ。いつの間にかちゃんと軽井沢の地理まで調べ上げているのだ。よう、 2億万円の宝玉は太陽が発展にかかるときほぼ午前10時頃ですねそのとき菩提樹の影と羊羹の影と合うところ苔のある石がその位置を示しているという意味です苔の生えた石がありますかさよう庭石として123もありましょうかその中の一つですね これは実地に母体地の影を踏んで行けばわかるでしょう村田刑事課長が乗り出したそう分かったら一時も早く発掘にかかる方がよくはありませんかホームズさんもちろんです妙に一出発しましょう私も行きたいわ静子が甘えるように言った私上の軽い沢って見たことがないんですもの お父様のお許しさえあったら、とホームズが微笑しながら、どうぞ一緒においでください。こんな珍しい発掘は一緒に一度見られるかどうかわかりませんよ。お父様、行っていいわね。男爵も仕方なさそうにうなずいた。やがて警察員が到着した。浦田刑事課長は立ち上がった。 ホームズは刑事課長を部屋の外まで送りながら何かしきりにささやいていたがわかりましたね決して逃さんように承知しました刑事課長は低くだが意外ですなあいつが犯人とは意外なことはもっとありますよ何ですっていやそれは軽井沢から帰ってお話ししましょうところで 私はお先に失礼いたします。明日午前10時に上野駅へおいでください。部下を連れましょうか。さよう。軽井沢署の人を頼む方が便利でしょうな。あなたを一人でいいのです。私は男爵令状をお誘いして行きます。では明日、村田刑事課長は出て行った。2> 第2章 軽井沢山荘シャーーーロロックホームズボンタロー男爵霊静子村田刑事課長この4人が軽井沢駅へ着いたのはその明くる日の午後2時過ぎであった東京から電話をかけておいたので男爵の別荘から迎えに来ていた自動車へ乗るとすぐに冬枯れの道を走り出したこの日は ひどく曇って寒く雪もよいの雲に隠れて浅間の噴煙も見ることができなかった真田別荘は千形木の近くで高原を見晴らす白樺林の中にあった古びてはいるがチョーク塗りのがっちりした建物で門を入るとすぐ東側の庭に高い菩提寺の巨木が3本。 枝を広げて立っているのが見えたあれが財宝を示す道しるべですのね宝物様静子が車から降りながら振り返ったそうです少なくともボンゴの碑文にはそう書いてありました向こうへ回ってみませんお庭石のあるところをご案内いたしますどうぞお願いします静子は先に立っ 右へ曲がり枯れ芝を踏んで中庭の方へ進んでいったタ太郎は邸内の素晴らしい景色にただあきれて目を見張るばかりである「あれがその庭石ですわ」霊場の指さすところにすっかり苔の蒸した見事な石がおよそ十二三ばかり騎士海洋を並べているさてはあの石のどれかの下に。 モンゴール王の宝玉が埋めてあるのですね村田刑事課長は興奮した口調で言った実に前代未聞の事件だ半世紀近くの間2億万円という拒否がこんな山荘の地下に埋まっていたなどとは明日の午後太陽が8点に昇るとその宝玉が見られますのね静子はうっとりとホームズの横顔を見た 四人はやがて別荘の中へ入り熱いコーヒーとビスケットでお茶の時間を過ごしたその間に村田刑事課長は軽井沢署へ電話をかけて警官を五人屋敷へよこすように頼んだそして警官たちがやってくると屋敷の要所要所に配置して厳重に警戒をさせた夕食の後みんなおののの寝室へ下がって ホームズも立とうとすると静子がそっと見上げながらささやくように言ったなんだかひどく寂しいのねもう少しお話をなさいません先生あなたがおよろしかったらホームズは再び椅子にかけた広い客間の一隅、暖炉では赤々と白樺焚き火が燃えている2人はその日を前に 椅子を寄せて静かに目を見合わせた。明日、あの宝玉を発掘したら、先生はもう英国へお帰りなさいますのね。そうなると思います。名残り惜しいわ。せっかくお目にかかれたのに、もうすぐ別れたなんて。ね先生。静子はそっと見上げた。暖炉の火は静かに燃えている。とりとめのない話のうちに、 およそ2時間ばかり経った辺りは死のような静けさだでは良い夢をご覧なさるようホームズは手を差し伸べたおやすみなさい先生静子も名残惜しそうに立ち上がった第三章「あくる日はあつらえたような晴天であった警官たちの鉄唱の警戒によって 何事もなく一夜を明かしたホームズは、みんな揃って食堂で朝食をとる時からひどく元気で軽いシャレなどを飛ばしさえした。さて、いよいよ十時ですね。ホームズは時計を取り出して、では、そろそろ庭へ降りてみましょう。庭にはすでに二人の下男がスキとクワを用意して待っている。 村田課長は警官たちを呼び集めて万一の場合いつでも射撃のできるようピストルの安全帳は外させて8番を命じた「よいかね怪しいやつが来たら構わぬから容赦なく捕獲するんだもし聞かなかったら射殺してよろしいかしこまりました」警官たちは手に手にピストルを握って引き下がった。 爽やかな高原の空気は澄んで太陽はまさに発展を指しているホームズが菩提樹の下に立ったたくましく伸びた木の影は芝生の上をずっと西北へ張っているさあ皆さんも来てくださいホームズの声にボン太郎静子刑事課長たちは菩提樹の影を踏んで歩き出したやがて木の影が 秘文の示す通り別荘の建物の投げる影と合したところへ来るそこでホームズは建物との距離を測り20歩だけ歩いて止まったそこには庭石の中でも一番小さな丸い一抱えほどの苔むした石が置いてあった「これですこの下に宝欲があるのです」ホームズは振り返っていた 下男二人はスキと桑を持ってすぐにその石の下を掘り始めたなんという素晴らしい一瞬であろう機体の宝玉はまさに掘り起こされようとしているのだ人々は胸躍らせ目を見張って掘り起こされる穴の中を見守っていた変だなあふと下男の一人が首をかしげたなんだねホームズが聞くと。 他に土が柔らかいのです。どうかすると最近ここを掘ったものがあるかもしれません。なんだって上の方は踏み固めてありますが、下へ行くほど柔らかくて、ここらはもうズブズブです。ではもしやと村高町が言う。途端にもう一人の下男が、あっ何かありましたと叫んだ。人々は思わず穴の中を覗き込んだ。 すると桑の下から小さな鉄製の箱が出てきたのであるこっちへあげてくれホームズは手の汚れるのもいとわず下男の手から鉄の箱を受け取ると両手を蓋にかけてぐいと持ち上げた蓋は何の故障もなくたやすくパッと開いたはっボンタロが叫んだ体体何もない 村田刑事課長も愕然として埋めいた空であるまさに鉄の箱の中は空であったしかもそればかりではない蓋の裏側に一枚の紙片が貼り付けてあってそれに緑色のインクであざけるようにホームズ先生わざわざお出かけでご苦労様でしたな防玉はまさに頂戴いたしましたよどうかゆっくり敗北の味をおなめください どの晩宝玉はまさに頂戴いたしましたよ」「どうかゆっくり敗北の味をおなめください」「どの晩」「やはりそうか」ホームズはそうつぶやいて何事かじっと考えていたがやがて振り返っていったさあこれでここに世はなくなりました」 お茶でもいただいて東京へ帰るといたしましょうえしかしと村田刑事課長がもどかしげに、うん、モンゴール王の宝玉はどうするのですかこちらの手から奪い返す方はないものですかその返事はしばらく待っていただきますホームズは重い調子で答える私は 王の宝玉を発見する他に、冠石器とどの番を捉える義務があります。彼らの首へ縄をかけるときこそ、すべてのお返事をいたしましょう。そのとき、突然門の方で、警官の荒々しい叫び声が起こり、同時に、ターン、ターン、と鋭い銃声がした。 たちまちホームズはツバメのように身を翻した。ボンタロウ、来いと叫んで走り出した。ボンタロウと刑事課長がそれに続く。ホームズは表門まで駆けつけると警官の一人が、あそこへ、あそこへ怪しい奴がと指さしている。見ると一人の怪しげな人物が背を丸くして滝道の方へ逃げて行く。 ホームズは早手のように追跡する第4章「ホームズの死」「ン太郎急げ!」村田刑事課長も拝見の束を握って叫びながら追った怪しい男は道から林の中へ入りさらに丘を飛び降りて白樺の池へ通ずる道を逆に滝のある方へと転げるように逃げてゆく。 ホームズはウサギを駆り出す猟犬のように無に無三に追い詰めた両者の距離は次第に縮まるいつか滝道の上へ出た左手は断崖右は滝つぼで堂々と滝のしぶきが上がっている閉めたもう大丈夫だぞ村田課長が走りながら叫んだそらもう一息だ 太郎は刑事課長の脇を追い抜いて怪しい男の行く手へ回ろうとするその刹那だった「よーし!」という声が聞こえたと思うと断崖の上から大きな岩がすさまじい勢いで落下してきた「あ先生!」。思わず盆太郎が叫んだ時叫るいとまもなく岩はホームズの上へ落ちかかり あっという間に砂人を飛ばしながらホームズもろともダダダダッと滝壺の中へ墜落していったはあ村高町の行き詰まるような叫びほんの一瞬実にほんの一瞬の出来事であるボンタ太郎は狂気のように崖縁へ駆けつけて身を乗り出して滝壺を覗き込んだが思い返す水はただしらしらと泡を噛むばかり ホームズの姿はどこにも見ることができなかった。なんという無残な罠であろう。圧巻どもはわざとホームズを誘い出し、かねて崖の上に待ち伏せていて不意を襲ったにそういない。課長さん、何とかしてください。ボン太郎はもう泣き声だ。先生を助けてください、課長さん。すぐ川下へ網を張らせよう。だが、 あの岩に打たれた上、この高さから滝つぼへ落ちたのだ。おそらく死体も上げることはできないだろう。なんてこったボンタロは悔しさにはがみをした。なんてこった王の宝玉は盗まれるし、ホームズ先生は殺されるし。あ、はあ、畜生あの中国人とどの晩の殺人鬼め急いで戻ろう。 とにかく死体だけでも発見しなければならない。仇を撃ってやる。ホームズ先生の仇を俺がきっと打ってやるんだ。僕を人間らしく扱って、いや、本当に自分の子供みたいに可愛がってくださった先生のためだ。僕は命なんか惜しくないぞ。ボン太郎はポロポロ涙をこぼしながら、いつまでも同じことを怒鳴っていた。ホームズの死は、 別荘へ知らされた静子はそれを聞くとあまりの驚きと悲しさにそのままそっとしてしまった一方村田刑事課長の手によって滝の川下は残るくまなく捜査されたが夕刻になってズタズタに裂けた黒の上着が発見されたきりついにホームズの死体は上がらずにしまったおそらく 滝つぼの中で粉砕されそのままそこに引っかかっているのであろう上着がこんなになっている以上滝の水が減るのを待って底をさらってみるより他に法はあるまいそうすれば骨ぐらいは拾えるだろう人の意見は全てそう一致したそれでも村田刑事課長は諦めきれなかった捜査はその夜も明くる日も続けられた 万一助かって付近の林の中にでも倒れているのではないかと青年団や在郷軍人まで頼み滝の川筋を中心に付近一帯の大捜査までしてみたがやはりホームズの姿は見つからなかったのであるもうこれ以上手の尽くしようがない村田課長は安全として言ったおそらくみんなの言うとおり 竹壺の底に引っかかっているのだろうお気の毒に畜生あの獣野郎敵を討ってやるぞこの恨みは必ず晴らしてやるぞたろうは泣きながら叫んでいた。